our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. 今回は最強のフィルムエミュレーションプラグインデハンサープロがなぜ最強なのかについて実際の操作説明を含めて紹介をしていきたいと思います。デハンサーなんか聞いたことあるなとか、なんかフィルムラットと何が違うのとか、まあ実際使ったことないけどなんか知ってるよみたいな方もこの動画を見ればですね、なぜデハンサープロが、まあ、初心者からプロの方まで愛用されている最強のツールなのかというのがきっとお分かりいただけるかなと思います。それでは実際に画面を使って説明をしていく前にですね、なぜデハンサーが最強なのか2つだけ紹介をさせてください。まず1つ目はですね、使えるフィルムプロファイルの多さというところです。というかほぼ理由すべてこれと言っても過言ではないぐらいです。現時点で63個ものフィルムプロファイルが使えて、これらはすべてラットとは違って光の入り方などによるその色の変化、そういったところまで再現ができたりします。それから2つ目はダヴィンチの標準にはない本格的な機能があるということです。これらの機能についてはまた後ほどご説明をしていきます。次にですね、デハンサーのここが惜しいというポイントについてお話をしたいと思います。それはですね、ズバリ価格になります。概要欄にある自分の 10% オフコードを使っていただいてやっと5万円台になるかなという形の価格感になります。自分も最初はこの価格結構高いなと思っていたんですけれども、まあ、大体レンズ半分ぐらいのお値段ですけれども、レンズ1本でできる表現の幅よりもですね、このデハンサーを使ってできる表現の幅の方が大きいということを思ってですね、そう考えると意外とお安い、逆にお安い買い物なんじゃないかなというふうに考えてきているくらいです。ぜひですね、実際にトライアルとかで試してみていただければと思います。ということでですね、まずデハンサーの使い方として、一番最初にですね、撮影をしたカメラのセッティングっていうのを入れる項目があります。でこれを入れていただくと基本的に自分が、自分たちが普段見るような、映像に自動的に変換をしてくれます。ただ実はこのセッティングにニコンの項目がなくてですね、今回自分が撮ったのはニコンのカメラということで、デハンサーではなくてダヴィンチの標準機能で一旦ニコンの N ログからアリーの、ガンマに、カラースペースに変えてからですね、デハンサーにアリーを入れる形で今回は作業しています。その点だけちょっとご承知おきいただければと思います。はい、ということで前置きはここら辺にしてですね、実際に進めていきたいと思います。今回撮ったこの素材、もうこの、時点で基本的に露出とかもう大丈夫じゃないかなというふうには思うんですけれども、もし少し変えたいよということであれば、デハンサーのこの前のノードでですね、露出を変えたりとか、カーブを変えてコントラストをつけてみたりとかっていうのができるので、やってみていただければと思います。今回は一旦、オフのままデハンサーでそのままやっていきます。もちろんデハンサー上でもここで明るさを調整したりとかはできるので、問題があればデハンサーでやっていただいてももちろん大丈夫です。はい、ということでここでカメラのセッティングが、ちゃんとここに入力できた方はですね、あとは下に向かってただひたすら駆け抜けていくということなんですけれども、まあ、この時点でね、もうちょっと数多すぎだぞというふうに思った方もいるかなと思うんですけれども、これは本当に簡単に言うとですね、最初にカメラを選んだ後に、まずは露出とかを簡単に調整をしたり、エミュレートしたいフィルムですね、撮影フィルムを選択してカラーを簡単にちょっといじったりしたら、あとは、プリントフィルムですね。昔はディスプレイに直接表現するっていうことはなかったので、プリントするフィルムっていうのの効果も載ってきます。なのでその、プリントするフィルムをエミュレートしたいのを選択をして、でその後に、
フィルム関連のエフェクトっていうのをつけて追い込んでいけば終わりという形になってますね。そこまで正直難しくはありません。はい、ということで、じゃあまず一つ目なんですけれども、最初にですねカラーコレクションとか、ある程度したよっていう方とかだとあんまり、調整の必要はないかもしれません。実際にまあ今回も自分も、そんなに必要はないかなって思うんですけども、少しだけカラーブーストをかけてサイドを入れておきます。さあここからが、肝なんですけれども、一番最初に、最強の理由を説明したのを覚えているでしょうか。一つ目が最強のフィルムプロファイルたちが使える、ラットじゃないよということだったんですけれども、これですねはい、こんだけのまずフィルムプロファイルが使えますと、これはやばいですねイネーブルっていうのを押すと有効になるんですが、まあ、今回何でもいいんですけども一旦ちょっと今回は 200T と選んでみたいと思います。でさらにですねここの下にある、プッシュプルっていうのでですね、やっぱフィルム、おそらくその光が入った時の入り方で色が変わるっていうのをここで再現しているってことだと思うんですけれども、その効果っていうのはですね同じフィルムのこのプロファイルでですね色を変えることができるんですね。光の当たり方とかでこれを変えるとものすごくリアルになっていくと思います。今回はですねこんな感じがすごい適切かなというふうに思うので、これぐらいに留めていきます。もちろんご自身が好きなフィルムで撮られた映画とかそういったものをお持ちの方はネットで使われたフィルムというのを調べてですねデハンサー上でそれを選択してスタートポイントとして使うことで比較的近い絵というのが作りやすいです。あとはですねここで色の入り方っていうのを少し変えるところのセクションになっています。例えばホワイトポイントを少し丸め込んで見たりですね、あんまり強すぎるとフィルムっぽさがなくなっちまうので、丸め込む方向にしたりですねしていくとより良くなると思います。さあどんどんいきましょう。次はですねこれは先ほどと違ってホワイトポイントを比較的その広範囲で広がすようなものになってます。今回自分はこれはオフにしていきます。さあ次のプリントのセクションですね、ここがですねこのデハンサープロの素晴らしいところともの一つでもあるんですけれども、またこれ最強のフィルムプロファイル使いちゃいますと。それがですねコダックの2383というものなんですけれども、これはもう本当に愛好者がとんでもなく多いですよね。いろんなラットとかも出ている中でですね、もちろんこのデハンサーでもですねそれが使えまして、当てるだけでこれですね一気に世界観入ってきますよね。はい、どこかで見たことがあるような、そういった素晴らしい色味になるんじゃないかなと思います。でこれですもうもちろんですねこの色の入り方っていうのは、ここでですね選択をしてご自身のお好みの、明るさとかに変えていくことができます。本当にこれを、使えるっていうのは素晴らしいなと思います。その後はですねこちらのカラーヘッドっていうところで有効にすると、さあここで色相ですね、まあ主に変えることができます。今回はちょっと、シアンをの方にですねレッドをシアン方向に振って、まあこんなぐらいですかね、まあ、これは素材によってお好みで変えていただければと思います。それではですねこのフィルムグレインというところを説明するんですが、まあ、これはもう知ってる方結構いるかなと思うんですけれども、これを有効にするとですねこういう形で、ザラザラっとした、粒子が入っていきます。これをね粒子感もうプリセットにあるやつを選ぶだけでも、もちろんすごく、心地いいなというふうに感じるんですけれども、個人的な推しはですねこのカスタムです。でこのカスタムをするとですね項目がバーッと出てきて、この中に実は最初に自分が話したダヴィンチの標準にはない、機能っていうのが
あります。まず一つ分かりやすいのは一番下にあるこのクロマーっていうところですね。このクロマーというのがですね、何かというと、どうやらですね、まあ自分もあんまり詳しくはないんですけれども、実際のフィルムをデジタルスキャンした時にも、こういったものが入る場合があるみたいでして、このクロマーっていうのを入れることで、まあ、ある意味そのデジタル要素を、フィルムのをですね、デジタルでスキャンした時と、似たような形にできるっていうので、個人的にはこの機能すごく気に入っています。まあやりすぎるとあれかもしれないんですけど、少しだけ入れるのが個人的には好きです。さあその次はですね、このグレインの量を変えると自動的に解像度が上がってくれるっていう機能があって、これもですねダヴィンチの標準だとなかなかできないんですね。ダヴィンチの標準だと、グレインっていうのとそれからぼかしの、ガウスブラーとかを一緒にかけたりもすることあると思うんですけれども、そうすると別々に変えていくので、どうしても落としどころっていうのがわからないんですよね、なかなか。でもこれに関してはですね、この量っていうのを変えていくと自動的にそれに対応する、フィルムだとこうなるよねというのを自動的にぼかし量を変えてくれるんですね。これがめちゃめちゃ、使いやすいです。それからもう一つはですね、これはダヴィンチ上でもクオリファイアとかで頑張ればできる機能ではあるんですけれども、ハイライト、ミッド、シャドウとかっていうので分けてグレインの量を変えるっていうことができたりします。まあフィルムっていうのはやっぱハイライトにあまりグレインががっつりとは乗らないっていう、特性が、あるっていうのを聞いたことがあるんですけれども、そういったものをですねここをいじることで、再現することができるっていう感じですね。シャドウ側にはがっつりと比較的乗っていても、まあ、問題はないんですけれども、こういう形でハイライトの方だけ少し弱めてあげる、することで、結構見た目も本物っぽいような、グレインの入り方になるんじゃないかなと思います。ぜひやってみてください。さあ次に、ハレーション知らない方の方にために簡単にお説明すると、まあ、コントラストが強いところのエッジですね。エッジの付近に赤色の色が入るっていうのが特徴になります。フィルムの特徴になります。まあ、全体的にもその高度が高いところに赤色っぽいトーンが入ったりもしますね。もちろんこれもプリセットでですね、35mm とかこういうのを自動でつけてくれるっていうのもできます。もうこれだけでも正直素晴らしいんですけれども、さらに追い込みたいぞという方に関してはこのカスタムモードっていうのを使って追い込んでいくことができます。例えば、リミッターをですね変えたりとか、少しだけ色の、感じを変えたりとかですね、量減らしたり増やしたりとかっていうのをやって、個人的に好きなところっていうのをカスタムで追求していくことができるっていうので本当に素晴らしいと思います。自分はこのカスタムが好みです。ということで、今度はブルームの方に移るんですけれども、ブルーム、こちらもですねハイライトがちょっと柔らかくなるような、そういった機能になります。これねオンオフで違いわかると思うんですけれども、これももちろんプリセットとかカスタムっていうのができます。個人的にはブルームは結構このままでもなんか、割といい、自分が好きなところに落とし込めている気がするので、このまま今回はやっていきたいと思います。さあフィルムダメージ、これを入れると、少しダメージが、ところどころに入ったりするんですよね。その他ですねフィルムが若干、動く演出であったりとかっていうのを再現するのがこの下のところになっている、このフィルムブレスとかゲートウェーブっていうところになっていくんですけれども、まあ、それはですね今回はちょっと分かりにくいので、ちょっと参考の映像、公式のやつを見ていただければと思います。オーバースキャンというところなんですけれども、これを有効にすると映画というかミュージックビデオとかね、そういったところとかで見たことある方も多いんじゃないかなと思う。この、ボックスがつきます。それであとはビネットですかね、ビネット、まあ周りを少し変更して、少しフィルムカメラ撮ったような感じはね、さらに、
醸し出すこともできるので、これも有効にしてみるといいんじゃないかなと思います。もちろんサイズとかはここで細かく設定をしていきます。はい、ここまで来たらほぼもうおしまいですね。あとは、モニターツールっていうのがあって、もし、これが明るいところが白飛びとかしちゃっていたよっていうことであれば、ここで、色でつけて教えてくれるツールとかになっています。今回はちょっと使用はしません。はい。それからですね、まあアウトプットのこの量っていうのを、出力の量を決めたりとかできるんですけれども、それでは最後から2つ目の、ラットジェネレーターなんですけれども、これは文字通り、例えばお使いのカメラがラットを入れられるカメラであれば、ここからラットを作ってそれを入れることによってですね、今作った色に近いものが、撮影時にも見られるという、そういったものになります。もちろんですね、デハンサちょっと重めのプラグインなので、パソコンでなかなか動かないぞという方はですね、このラットを作った後にそのラットを使って色を作っていくっていうのも、できるんですけれども、そういった方はですね、まず一番最初に試していただきたいのは、今使っているその素材の、例えば HD.264 とか H.265 からですね、中間コーデックであるプロレズだったりとか DNXHR といった中間コーデックに一度変換をしてから、このデハンサーを使ってみることをお勧めします。そうすると、比較的パフォーマンスも改善するんじゃないかなというふうに思います。それでもダメであれば、このラットとか使ってみるのがいいかなと思います。はい、これで一応デハンサーの使い方としては、以上になるんですけれども、もちろんですね、ご自身の色、こういう色が好きとかっていうのが、ある方もたくさんいらっしゃるかなと思うので、そういった方はですね、これに合わせてグレーディングっていうのをしていくことで、さらにご自身の好きな色っていうのにしていくこともできます。例えば自分はこういった感じの、ルックが好きなので、こういう形でですね、少し色を加えてみたりとか、それからですね、まあ必要によって、このダヴィンチ用のシャープっていう、機能があるんですけれども、エフェクトがあるんですけれども、そういうのを入れて、よりこの粒子感みたいなのを目立たせたりとかっていうので、フィルムっぽさを演出するっていうのもできたりしますので、もしよかったらこういった機能も使ってみるかなといいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、デハンサーは iOS 向けのアプリケーションも出しています。このソフトを使えばですね、写真はもちろん、まあ、映像も編集ができまして、編集できる内容というのもパソコン版のデハンサーと、遜色ないぐらいですね、細かいことの、調整ができるようになっています。スマートフォン上で完結させたいという方は、ぜひぜひこういったアプリも使ってみてください。ちなみに余談ですが、パソコン版のダヴィンチ上でもですね、一度、各社のローとかをシネマ DNG などに変換して入れることで、普通に写真の編集もできたりするので、よければ時間がある方はそちらの方も試してみるといいかなと思います。ということで、デハンサープロがなぜ最強なのかということをですね、実際に操作説明しながらお話ししてきたわけですが、いかがでしたでしょうか。まずはですね、フリーのトライアル期間っていうのが普通にあるので、そちらの方で試していただいて、もしおいいじゃんと、思った方はですね、下にある10%オフのコードをぜひぜひ使っていただいてですね、お得にデハンサーをスタートしていただければと思います。このプラグインめちゃめちゃいいっていうのは間違いないと思うので、ぜひですね、一緒に良きフィルムエミュレーションライフを送りましょう。それでは以上になります。長い間お付き合いいただきありがとうございました。